スノーマン・ラウール、新しい鍵、コント初登場でクセ強キャラ AA。グループも2度目の出演。スノーマンのラウールと AA。グループが、本日5月25日20時から放送される総合お笑いバラエティ番組、新しい鍵、フジテレビ系に出演する。同番組の霜降り明星、聖夜、粗品、チョコレートプラネット、長田翔平、松尾俊、花子、菊田達弘、秋山博樹、岡部大は、7月20、21日に27時間生放送でお届けする、FNS 27時間テレビの総合司会に就任。今回は、その目玉企画、ダンス大会にて応援サポーターを務めるラウールが同番組に初出演。長田、菊田、岡崎紗恵と共にコント、元 J リーガーシュート、シュートに挑戦する。シュート、永田、と恋人の紗恵、岡崎、が訪れた高級レストランには、マイケル・ジャクソン風の動きをしている店員ソテツオ、ステップ、ラウール、の姿が。実は、元ダンサーの元哲夫は紗恵の元彼で、二人には、気持ちが高ぶると、昔の癖が出てしまう、という共通点があった。個性的すぎる、癖、が炸裂するシュートとソ哲夫が紗恵をめぐって牽制し合い、ラウールはマイケル・ジャクソン、MC ハマーなどのパフォーマンスなどを披露する。